を間近で見ることができました。おーと感動する息子。出勤していた主人にはスマホにデータを送信。主人の実家からも聞いたよーという電話。みんなで放送当日があるワクワクし、放送直前は母親の私が一番ドキドキ。酸っぱいレモンと梅干しに電気うなぎのピカピカエキスを。番組は変わらぬ思いを、甘油ドロップの可愛い役。